本の海上自衛隊潜水艦隊は横須賀に艦隊司令部が置かれ、呉の第一潜水隊群と横須賀の第二潜水隊群に分かれ、通常動力型潜水艦22隻が所属しているんだ。そしてその内訳は親潮型潜水艦8隻他に2隻が練習潜水艦に監視変更と操縦型潜水艦12隻。そして最新鋭の太平型潜水艦2隻が運用されているな。なお、太平型は2023年12月時点で3番艦と4番艦の2隻が浸水して偽装中で、さらに2隻の建造が開始されているぜ。さて今回はそんな日本の潜水艦にカナダが興味を示している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の潜水艦は潜水艦の性能を示すのに最も重要な静粛性に優れていて、通常動力型潜水艦の中でも世界トップレベルとの評価があるほか、操縦型の11番艦東流と12番艦欧流には、潜水艦に最適な性能を持つ高出力電池のリチウムイオン蓄電池が搭載され、世界中の注目を集めているよ。防衛省では、2014年4月1日に策定された防衛装備移転三原則に基づいて、これまでその運用が自衛隊だけに限られていた装備の輸出を図っていて、旧式で老朽化が問題となっているコリンズ級潜水艦の後継潜水艦の選定を進めていたオーストラリア海軍に対して、操縦型潜水艦の売り込みを図り、一時は採用される可能性が高いとする情報が出るなどして日本国産の潜水艦が初めて輸出されることに期待が膨らんだんだ。しかし、操縦型の導入を支持していた当時のアボット首相が退陣して、ターブル首相に交代するなどのオーストラリア政治情勢の変化に加え、日本がオーストラリア現地での製造や機密技術移転に消極的であることや、兵器の国際共同開発経験が乏しいことなどが懸念材料として受け止められたことなどから、2016年4月、フランスのシュフラン級原子力潜水艦をベースにした通常動力型潜水艦アタック級が採用されたな。ただ、このアタック級についてはその後、建造を担当するフランスのナバルグループの対応が鈍いことなどによって契約が破棄され、オーストラリア政府はアメリカ・イギリス・オーストラリアの間で締結された安全保障協力オーカスの創設に合わせて、アメリカとイギリスがオーストラリアに原子力潜水艦の技術を供与する取り決めが交わされたことを明らかにしているぜ。このように、せっかく防衛装備移転三原則に基づいて防衛装備品を輸出することで、高い製造コストを下げようとしていた防衛省だったけど、ここまでフィリピンへの対空レーダーの輸出契約が成立したくらいで、完成装備品の輸出は進んでいなかったんだ。そのような状況下に、カナダ海軍が運用しているビクトリア級通常動力型潜水艦が老朽化したため、後継艦種の検討に入り、海上自衛隊最新鋭の太平型に興味を示しているとの情報が飛び込んできたよ。カナダ海軍では2023年12月時点においてビクトリア級通常動力型潜水艦4隻を運用しているね。この潜水艦はイギリス海軍が1990年代に運用していたアップホルダー級通常動力型潜水艦で、2000年にカナダ海軍に売却され、ビクトリア級として再収益させていたんだ。基準排水量1870トン水上排水量2185トン水中排水量2400トン全長 70.26 メートル全幅 7.6 メートル喫水 5.5 メートルの大きさで乗員は48人。水上最大速力12ノット水中最大速力20ノット先行深度200メートルと、能力的には大きな問題はなさそうに見えるが、4隻ともそれぞれ艦齢が40年近くに達しているため様々な不具合や事故を起こしていて、シクーティミは2004年10月5日にアイルランド沖で乗員1名が死亡する火災事故を起こして航行不能となり長期の修理が必要となったほか、ウィンザーは2005年10月30日に潜航中に火災を起こすなど、その運用にカナダ海軍が苦労していることが伝わっているな。そのためカナダ海軍では後継潜水艦の導入計画であるカナダ哨戒潜水艦プロジェクト CSRP が2021年に立ち上げられて、
艦ため選定を急いでいることが明らかとなり、日本の海上自衛隊潜水艦が候補の一つとして挙げられているというぜ。伝えられている情報によると、カナダ海軍では大西洋と太平洋にそれぞれ潜水艦2隻ずつを同時に稼働させて警備展開する必要があるとされ、艦隊の整備や乗員の休養や訓練などのためのローテーションに配慮して、通常動力型潜水艦を最低でも8隻が必要とされているみたい。しかし、近年ではカナダの北の北極海においてロシア海軍と中国海軍の原子力潜水艦の活動が活発になっており、カナダ海軍は北極海において潜水艦による作戦能力の向上が早急に必要とされていて、可能であれば12隻の導入を考えていると見られているね。そのカナダ海軍が次期潜水艦に求める性能諸言として伝えられているのは、ディーゼルエンジンと発電機にバッテリーなどからなる通常動力のディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であること、優れた長距離航行性能を持つこと、北極海においても運用可能であること、そしてアメリカ軍が運用している魚雷などの兵器及び戦闘システムの搭載が可能であることなどなんだ。これらの条件に当てはまる通常動力型潜水艦として、海上自衛隊の対艇型潜水艦が有力であるとする見方が浮上していて、カナダ海軍協会 NAC が刊行している海軍専門誌スターシェルの2023年冬号において、カナダ海軍の次期潜水艦候補の一つとして、対艇型潜水艦が挙げられているってわけ。海上自衛隊が導入している対艇型潜水艦は基準排水量3000トン全長84メートル全幅 9.1 メートル喫水 10.4 メートルで、ディーゼルエレクトリック方式としての蓄電池は、総流型の11番艦応流と12番艦応流から搭載されているリチウムイオン蓄電池だな。このリチウムイオン蓄電池は、これまでの鉛蓄電池と比べると潜水艦への搭載において様々な利点があるぜ。乗員にとって害となる水素ガス発生の危険がなく、鉛蓄電池の2倍以上の重量容積あたりのエネルギー密度と 1.5 倍以上の繰り返し重放電回数を持ち、さらに満充電になるまでの時間が短く、放電による電気容量の低下が少ない上に効率放電を長時間持続できるなど、潜水艦用の蓄電池として多くの優れた特性持っているわけだ。また、艦隊の外観上の特徴としては総流型と同様の X 字型が採用されていることが挙げられ、この X 字型舵は潜水艦の舵として多くの利点があることで知られているよな。これまでの潜水艦の舵は艦を回答させるための垂直舵と、水中で艦隊の姿勢を制御する水平舵が2枚1組になって十字型となっているのが一般的で、この十字型舵では上下2枚と左右2枚がそれぞれ連動していたものを、X 字型舵では4枚の舵が独立して動き、それぞれが回答と姿勢制御の役割を担当することになり機動性に優れているというよ。さらに、十字型舵では垂直舵か水平舵が損傷した場合、連動している2枚が共に動かなくなってその役割が失われてしまうことがあるが、4枚が独立して機能している X 字型舵では1枚が損傷しても残りの3枚でカバーできることも大きな利点だね。また、潜水艦では海底などに着底して敵を待ち伏せすることがあるが、その際に海底に着底することで下舵が損傷する可能性があるほか、港に接岸する際に左右の舵を岸壁にぶつけて損傷する心配がないぜ。そして、艦隊の垂直軸と水平軸に対して45度の角度で装着されていることから、艦隊の幅からはみ出すことなく、舵面積を十字型舵より大きくできるため潜航時の機動性が 30% 上昇するとされているらしい。それほどの利点があることが知られていながら総流型まで採用が見送られてきた理由は、4枚の舵を独立して操作することが難しかったためなんだけど、近年の電子制御技術の発展によって操舵員が、ゲームで使うようなジョイスティック上の操縦桿による操作が可能となったんだ。なお、対艇型潜水艦では艦内の居住性が大きく改善されていて、女性の陸民を想定した専用居住エリアが設けられていて、専用シャワー室や寝室が完備されているぜ。さらに日本とカナダの間で現在、
軍事関連の情報漏洩などを防ぐ情報保護協定締結に関する協議が進められていて、これによって日本製潜水艦の機密情報などが守られるとされ、このこともカナダ海軍の次期潜水艦の候補に対米型潜水艦が有力であるとする根拠となっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。川崎重工業ではコンパクトで高性能な大容量ニッケル水素電池ギガセルを開発しているよね。このギガセルを応用することで、航空母艦における艦載機発艦時に使用する電磁式カタパルトに使用できるとの主張を、2023年3月15日から17日まで千葉県の幕張メッセで開催された DSEI Japan 2023にてパネル展示したぜ。さて今回はこの大容量電池を、空母の電磁カタパルトに転用可能な件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。DSEI Japan 2023とは国内で開催される防衛関連イベントとしては大規模な防衛セキュリティ総合展示会で、防衛省外務省経済産業省防衛装備庁海上保安庁などの日本の防衛関連省庁の全面的支援のもとに2019年から日本で開催されているよ。今回の DSEI Japan 2023は2019年に続いて2回目となり、防衛セキュリティ産業に関わる多数の企業が前回を上回る規模で一堂に会し、世界中の企業担当者が日本及びアジア各国の防衛セキュリティ関係者と強固なパートナーシップを築き、様々な知識を共有して防衛装備品におけるイノベーションを巻き起こす場として期待されているんだ。川崎重工業では、グループ企業である川崎モータースが開発して製造販売している大容量ニッケル水素二次電池ギガセルのパネル展示において、航空母艦の飛行甲板から艦載機の発艦時に使用する射出用カタパルトを電磁式カタパルトにする際の電源として、使用できると説明したパネルを展示したね。ニッケル水素電池は、乾電池型充電池やハイブリッドカーの電源として、あるいはデジタルカメラや携帯音楽プレイヤーに一部のノートパソコンの電池などとして広く普及している蓄電池で、川崎重工業が展示した大容量ニッケル水素二次電池ギガセルは、これまでにない高速充放電が可能な蓄電池として瞬発力に富む次世代を担う蓄電池だぜ。現時点においては日本国内の路面電車や、太陽光風力発電などの自然エネルギーの出力安定化に役立つ地上蓄電設備として利用されるなどしていて、環境へ十分な配慮がなされたエネルギーの有効利用、CO2 削減などに貢献する地球に優しい電池として期待が寄せられているな。その特徴としてはまず、バイポーラ 3D 構造によって電池のセル容量やセル数を増やせるために大容量化が簡単であることが挙げられているよ。このバイポーラとは、隔壁によって直列に接続される複数の単セルによる構造によって、セルの表及び裏面がそれぞれ正極と負極になる構造のことで、セルの厚みを薄くすることができるほか、断面積の大きな隔壁によってセルを接続させることによるエネルギーのロスを最小限に抑えることができ、モジュール内に直列させるセル数を増やすことができるものだね。さらにギガセルは内部抵抗が小さいため高速充放電が可能なこと、長時間の使用が可能で耐久性が高いこと、環境や人体に影響を及ぼす可能性が高い鉛水銀カドミウムなどの有害物質が使われていないこと、常温で作動が可能なために設置場所に制約がないこと、電池内の電解液が水溶液系のものであるため発火する心配がないことなどが利点として挙げられているよ。路面電車の直流電化区間における地上蓄電設備としては、このギガセルのモジュールを40個直列に接続することで架線の電圧 1500V を満たす電力を得られており、架線の電圧低下時のサポートや停電が発生するなど有事の際に、緊急停車した電車を最寄り駅まで移動させるための電力として用いられているほか、列車がブレーキをかけた際に発電する回生電力を集めて蓄電するために変電所などに設置されているぜ。川崎重工業の提案では空母の電磁カタパルトの電源として使用するには、
電圧約 36V で容量 5.4mkW/ギガセル 30K7 型のモジュールを300個によって 32MW の高出力をできるとして、これらのモジュールを艦内の格納庫のようなスペースを確保してキャビネットに並べて設置するとしているらしい。これによって電磁カタパルト用のための発電用ボイラーを設置するよりははるかに小スペースが実現でき、しかもニッケル水素蓄電池はリチウムイオン蓄電池と違って発火する危険がほとんどなく、空母が万一被弾したり艦内に火災が発生したりしたとしてもダメージコントロールをしやすくなるというよ。電磁カタパルトはこれまでの主流だった蒸気カタパルトに代わる、エネルギー効率が良い新たなカタパルトとしてアメリカをはじめ、イギリス、ロシア、中国、インドなどの空母保有国で開発が進められており、2022年時点でアメリカは実用化に成功してニミッツ級原子力空母の後継であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母に搭載したんだ。また、中国も陸上基地でのテストを経て実用化に成功したとして、2022年6月17日に進水して現在偽装工事が進められている 003 型空母復権に搭載したとされ、2024年1月時点でその電磁カタパルトから艦載機発艦させることに成功したとしているのであるが、それを裏付けるような動画や画像は公表されていないぜ。現時点ではまだ主流の座にある蒸気カタパルトはこれまでにアメリカ海軍とフランス海軍で運用されていて、信頼性においては高い評価を得ているね。アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母の場合、飛行甲板には4畳の蒸気カタパルトを設置しているが、これらは少なくとも 99.5% の確率で最低でも1畳が稼働できるとされ、洋上の空母においてはこの上なく信頼できるカタパルトなんだ。しかし信頼性とは裏腹の欠点もあり、蒸気カタパルトにおける射出の際のエネルギー変換効率は 4-6% とされ、出力を制御することが困難であるために重量が軽い無人機などを発艦させる際に、出力が強すぎて射出に失敗するなどの失敗が報告されているぜ。その点電磁カタパルトは、アメリカとイギリスが共同開発しているイーマルスの場合で、設計上では 90% の変換効率を達成することが可能であり、そのため大型で重量がある戦闘機から小型で軽量の無人機まで、多種多様な艦載機をそれが必要とする最適な発艦速度で射出することが可能になるらしい。しかし、これまで電磁カタパルトは大きな電力を必要とすることから通常動力の空母では無理とされ、その膨大な余剰出力から発電力を確保できる原子力空母でなければ搭載は不可能と言われてきたな。そのため中国海軍の003型空母復権も建造当初から電磁カタパルトを搭載するとの情報が出ていたため、原子炉を搭載して中国海軍初の原子力空母誕生となるのではないかと噂されていたのでるが、結局は通常動力型の空母であることが判明し、中国側が電磁カタパルトだと主張しているのも証拠動画や画像が公表されていないことから、本当は蒸気カタパルトなのではないか?と疑う声も多く上がっているよ。電磁式カタパルトの利点はまだあり、発艦させる際にシステムの起動が早く、蒸気式ではボイラーで発生させた高温高圧の水蒸気を使用するために、ボイラーからカタパルトで使用する蒸気を蓄えておくアキュムレーターに蒸気を送り込む際に、熱膨張によるパイプや機器の破壊を防ぐため配管やオイルなどを先に数時間予熱して暖気する必要があるのだが、電磁式ではそのような事前の保温が不要なのも利点だね。また、蒸気式ではボイラーからアキュムレーターに供給された蒸気が待機している間に冷めて水に戻るのを防ぐため、温度と圧力を保つためにアキュムレーターを保温しておく必要があり、そのためにエネルギーロスが発生していたぜ。そして、電磁式の最も大きな利点は発汗間隔の短縮が可能なことにあり、電磁式では45秒で再充電が完了するため、電力が確保されているのであれば理論上は1分で2機が発艦でき、通常で2分に1機の間隔で発艦可能な蒸気式よりも短時間でより多くの艦載機を発艦させることができるってわけだ。このように膨大な電力が必要とされ、原子力空母でなければ運用できないとされてきた電磁カタパルトだが、
川崎重工業のギガセルでその電力を賄うことができるとするならば、日本の海上自衛隊の出雲型空母に搭載することで、艦載機 F-35B をフル兵装で発艦させることが可能となり、防衛省では今後のギガセルに関する情報に期待を寄せているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月に海上自衛隊第4護衛隊軍が XQ ツイッターの公式チャンネルにおいて、第4護衛隊軍司令部が第3護衛隊軍第3護衛隊母港舞鶴所属の、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH ヒューガに乗艦する合同訓練を実施したことを発表したね。さらに、X2 ヒューガが難所とされる関門海峡を通過する様子を撮影した画像を公開したぜ。さて今回は護衛艦ヒューガが関門海峡を通過した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この合同訓練に参加したのは舞鶴基地を母港とする第3護衛隊軍第3護衛隊所属のヒューガと第7護衛隊所属の夕立に、呉基地を母港とする第4護衛隊軍第8護衛隊所属の霧雨、同じく呉を母港とする護衛艦隊第12護衛隊所属の海霧と阿武隈の5隻であるが、なぜこのような各護衛隊が混成された艦隊編成となったのか、またなぜ第3護衛隊軍のヒューガに第4護衛隊軍司令部が乗艦していたのかについては公表されておらず理由は不明なんだって。現在の護衛艦隊は、米下の主力部隊として4個護衛隊軍エスコートフロケラが編成されていて、各護衛隊軍司令は海将補が就任しており、1個護衛隊軍はヘリコプター搭載護衛艦 DDH1 隻にイージス艦などの艦隊防空ミサイル護衛艦 DDG1 隻と、汎用護衛艦 DD2 隻からなる1個護衛隊 DDH グループと、艦隊防空ミサイル搭載護衛艦 DDG1 隻と汎用護衛艦 DD3 隻からなる1個護衛隊 DDG グループの2個護衛隊の8隻で編成され、4個護衛隊軍計32隻が有事に備えているんだ。海上自衛隊ではこの4個護衛隊軍を保有することで、訓練などについて周期的にローテーションを行いながら、常時1個ないしは2個の護衛隊軍を高度な連携状態に置きつつ、外国からの脅威に対する即応体制が整えられているね。そして、4個護衛隊軍を構成する32隻とは別に、護衛艦隊直轄の5個護衛隊に計16隻の護衛艦小型及び旧式の汎用護衛艦が配備されており、有事においては沿海防衛用の戦力として地方総監が運用を行うことになっていて、平成26年度以降に関わる防衛計画の大綱においてこの護衛艦隊直轄護衛隊が6個護衛隊に拡大されることが決められ、護衛艦の定数も合計54隻まで増加する予定だな。インターネット上のブログなどでは、今回の合同訓練の目的よりも第4護衛隊軍が X の公式チャンネル上に上げた関門海峡を通過するヒューガの画像が話題になっており、基準排水量13,950トン全長197メートルと海上自衛隊の護衛艦では現在空母への改修が進められている。出雲型護衛艦に次ぐ大きさであるヒューガが、本州と九州の間にあって、最も狭い箇所では幅500メートルしかなく潮流が速く海上交通の難所とされている関門海峡を通過したことに対して驚きを持って伝えられているぜ。ヒューガ型護衛艦は海上自衛隊が運用するヘリコプター搭載護衛艦 DDH で、海上自衛隊としては初の全通飛行甲板を持つ護衛艦として、2004年度平成16年度予算でヒューガが、2006年平成18年度予算で伊勢が建造され、その後の同じく全通飛行甲板を持つ出雲型護衛艦出雲と加賀のベースともなったんだ。基準排水量13,950トン満載排水量19,000トン推定値全長197メートル最大幅33メートル、深さ22メートル喫水7メートル高さ48メートルの艦隊は出雲型に次ぐ大きさであることから、狭く危険なイメージがある関門海峡を通過したことを軍事系ブログなどが大騒ぎしているんだけど、関門海峡を通過できる船舶は喫水が最大で 11.4 メートルまでとされていて、喫水が7無のヒューガ型護衛艦の通行が可能どころか、
基準排水量1万9500トン満載排水量2万6000トン全長 248.0m 最大幅 38.0m 水栓幅 29.6m 深さ 23.5m 喫水 7.3m と日向方護衛艦より一回り大きい艦隊である出雲方護衛艦も通過することができるよ。それゆえに日向方護衛艦や出雲方護衛艦が関門海峡を通過することは珍しいことではなく、特に瀬戸内海の呉基地に所属する日向や香川基地から東シナ海に進出する際には関門海峡を通過していくのはごく普通のことってわけだな。また関門海峡では民間の船舶においても巨大な貨物船やタンカーが日常的に通過していて、海上保安庁の関門海峡海上交通センターが提示している関門海峡航路に入港する大型船の予定情報を見ると、2024年1月19日には全長288ムで総トン数が10万トンを超える超大型の LPG-LNG 船が通過する予定が入っているなど、日向方護衛艦よりはるかに大きな船舶が日常的に通過しているぜ。関門海峡は、本州山口県下関市と九州福岡県北九州市を隔てている海峡の名称で、両岸の地名である馬関現在の下関市の旧称から取った関と、門司現在の北九州市門司区の門を組み合わせたもので、かつては穴と海峡、馬関海峡、下関海峡などと呼ばれていたこともあったね。氷河期以前は陸地だったけど、最終氷期約7万年前1万年前の寒冷期にこの地に発達した河川ができて、花崗岩の岩石を削り流して窪地になったところに、気候の温暖化で海水面が上昇し、その窪地に海水が入り込んでこの海峡が出来上がったとされているよ。本州と九州を隔てる水路は大瀬戸と呼ばれ、本州の西端となる彦島と本州を隔てる水路が小瀬戸あるいは岡戸海峡呼ばれていて、メインの航路である大瀬戸の幅は、平家滅亡で有名な壇ノ浦と目狩の間の関門橋が架かる早友の瀬戸では約500の狭さで、その付近の潮流は大潮で最大10ノットを超えることがあるぜ。そのため大型の船舶が通過できるとはいえ、この潮流の速さに加えて海峡全体が S 字に屈曲していて見通しが悪い上に岩礁や暗礁も多いため海難事故は絶えないのも事実であり、呉所属の護衛艦が通り慣れているとしても通過に細心の注意が必要であることに違いはないぜ。海上自衛隊護衛艦が関係した海難事故としては、2009年に発生した護衛艦クラマと韓国船籍のコンテナ船カリナスターが衝突して双方が炎上する衝突事故があるね。この事故は10月27日午後7時56分頃、カリナスターが釜山から大阪に向かって関門海峡を航行中に、前方を航行していた貨物船クイーンオーキッドを追い越そうとした際に接近しすぎて衝突しそうになったため、慌てて取り舵左方向への転換を切ったことによって、最も幅が狭い関門橋付近で対向してきたクラマと衝突したものなんだ。この事故によってカリナスターとクラマの双方に火災が発生し、カリナスター本船は積み荷のコンテナ内からの出火が約40分後に消し止められ、クラマは艦首部が大破して乗員6名が軽傷を負ったが、カリナスターは右舷船首部付近が大破して積み荷のコンテナが複数損壊したものの乗員に負傷者はなかったみたい。この事故については、カリナスターが先行する貨物船を無理に追い越そうとして接近しすぎたことがそもそもの事故原因であるとされたんだけど、護衛艦クラマが衝突当時27ノット時速 31km の速度で航行していて、関門海峡においては船舶の速度が厳しく制限されているにもかかわらず、何もない洋上を巡航するような速度であったことも事故を誘引した要素の一つであるとされたね。このように関門海峡が危険であることから、岩礁などの浅い部分を浚渫して航路の幅を拡張すべきとの声が以前から挙げられているが、海峡の海底下には国道2号線の関門国道トンネルや、鉄道在来線用の間門鉄道トンネルと新幹線用の新関門トンネルなどがあるため、今以上の浚渫は難しいとされているな。また、関門海峡の海底には太平洋戦争末期にアメリカ軍が投下したマーク25や、マーク36などの機雷がまだ数百発残されているとの情報があり、
船舶が触雷した報告もあるぜ。そのため海上自衛隊では下関基地隊を下関市に置き、第43掃海隊掃海艇豊島奥島を配備して、今でも関門海峡の機雷掃海の任務を与えているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。